いや50万人ありがとうございます。お二人さん本当にありがとうございます。お前それから行くのか、いきなりそれから行くのか。いや本当にね、本当にありがとうっていうところですから、うん、タイタイさんもナオシさんおめでとうみたいに言ってくれたり、大原もなんかね粋だなって思ったのが、うん、ツイッターとかでおめでとうみたいに言うんじゃなくて、うん、LINE でおめすみたいな、うん、3文字おめすみたいな粋だなって思って、俺もちょキュウグさん、タイタイさんも気づいてる、気づいた俺のツイッターのやつ。えタイタイさんツイートしてた、あしてた、ハッシュタグつけてた、言ってよ。いや、じゃあ今粋でしょ。いやめちゃめちゃ粋でしょ、俺のやつ。その次に言おうとしてたの。ああ、なるね。オッケーオッケーオッケー。次に控えてたのね。今日の交渉激しいな。オッケー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 。そう、そんなね、承認欲求激しめなんで。そうでしたけども、はい、今日ですね。うん。いやもうたまたまインしたら、はい、たまたまこちら、ドゥドゥーン。掲示板に50万人おめでとう、ありがとうございます。ムシュルームのつがいをプレゼントします。つがい。つがいね。そんな引っかかるとこありましたよ。原木トリオ専用バイオーム1、ネザーにあって、原木トリオにぴったりなバイオームを見つけたので、ぜひ遊んでください。遊ぶことありますか？そして遊ぶ、こちらチェストの中にムシュルーム専用、こちらしようとするとすごいことが起こります。取れ高作れます。怖いな。もう取れ高とまで来てるよ。もうやだ、爆発するんじゃないの、知らんけど。取れ高ってさ、TLT かマグマだよね、多分ね。どっちかっす。うん、どっちか。怖いんだよな。ちょっと行ってみますか、うん、まず、この116、マイナス120。これ開けないんですか、うん、あ、これが入って、開けたら、スープの取れるハサミ。うん。おう。なるほど。うんとまだほんと全員法がつかめてませんね、まだね。いや、これはつかめるやろ、この全貌は。いやいや、この全貌は、この全貌は分かったけど、ちょっと116行こう。あ、このね、ネザー系ね。そう、ちょっと行きましょう、行きましょう、ちょっと一回寝といて。ちょっと行ってみるか。うん。あー、オッケーオッケー。あとこれ、ジャージャーさんからいただいたんですよ。ん、世界のゼンロス像、キヨキヨさへ。これで怪獣ぶってるハッピーハロウィン。いや、ありがとうございます、これ。お前、不名誉なことだぞ、これは。おー、最近俺、ね、週一でゼロスしてるからね、ほんとに。じゃあ今日もじゃない、周期的に。いや、今日はしない、今日は本当に、まあ、今日は違うのか。だから、うん、そう、裏クラとかでも死んじゃうことあるから、ちょっとこれいただいて、これをさ、これエンダーチェストとか入れとけばもう最強ってことでしょ、言ったら。座標の位置覚えてるモサおる？お前マジかよ。だってメモしてたんちゃうんかい。あんな、マジかよ。ちょっと待ってよ。そんなに、ごめん、マジでごめん。超雑魚じゃねえっすか。みんなで行こうぜ、みんなで。本当に、いや、そういうことか、分かった。締まりがないね、確かに。今日俺本当にふぬけてる。ちょ、マジで、なんか締まりがない、本当に。なね、はい、いつものキヨキヨさんだったらもう覚えてたよ。もう覚えてるし、メモしてるし、なんならテキストにも書いちゃうけれども。LINE しちゃうよ、なんなら。普通だと。これはもう、深刻な事態ですよ。深刻な事態。うん。120とすると、これブラフーさてはどんだけやることなかったんだ。これブラフはやばいだろ、簡単ブラフ。そうね、でこの辺だよ。え、あれブラフじゃない、この座標。いや、ブラフせざる出てきたぞ。あれ、原木トリオにふさわしいみたいなおっしゃってたよね。寝下げの位置とかじゃなくて違うか。ああー、なんか頑張って。お、あ、本当だ、頑張る書いてるな。キヨキヨさんへ、ドゥドゥン、こちらをひたすらまっすぐ進んでください。案内があります。うわ、これ一発目じゃ通してくんないんだ、これね。そういうことね。でも取れ高あるって言うから、うん、これワンチャン本当に落とし穴とかあるかもしんないから気をつけるか。そこ気をつけるか。先頭で。そうだね。まあ、大体。いや、まあ一緒に行こうよ、後ろはね。じゃあ、あれで、じゃあ作戦プラン A で行こう。じゃあ、キヨキヨ先頭の、うん、じゃあ2列で、はるか後方に俺たち。怖いな、これ怖いね。怖いんで、ちょっと私、はい、3人称視点でお送りしております。ここはもう飛びなさいよ、エリトラで。いやいや、分からんて。ここはもう飛びなさいよ。分からん。ちょっともうここ走っちゃいますが、まっすぐ結構奥。え、これネザーにあんのかな、ネザー。あ、ネザー、またゲートとかあるとか分かんねえや。おーい、おーい。いや、マジなもんね、マジな。しかもマジで飛んだ方がいい。おはら、めっちゃ遠いわ。すごい遠いな。みんなマジで飛んだ方がいい。あれ、ここマジでなもんね。え、
すごい距離だな。ちょっと待って、悪空間バブルしてしまうわこんなの。悪空間バブルするね。うん、よかった歩いてなくて地獄の散歩始まってなかったぞ。おー待って、あーあーあー待って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 、大変です大変です大変です。あー看板あるやん、なんかここも曲がらずにまっすぐ進んでください。いやまっすぐかい、なるほど。いやここ怪しいな。うん、ここも曲がらないで、あ寄り道、伝説の鉄マン会場。まあ、これはまあボンさんが、ね、これは寄り道、あそういうことか、うん、寄り道っす。あじゃあまだまっすぐか、行きますか。すごい先だな。じゃあしかも全部これガラスとかあるっていうね。そうそうそう、このすごさ、ちょっとした散歩じゃないねこれ。うん、てかどなたなんだろうこれやってくれたの。確かに未だ分からずだな。ね、希望感がちょっとエグすぎるんで。そうよね。おおおおお、なんだこれは。来ましたよ、なんかあれ、お二人さん。あーあ、いらっしゃった、いらっしゃった、いらっしゃった。なんかね、また看板が、キョクさん50万人おめでとう、ありがとうございます。そしてん、これからも原木いっぱい買ってね、このゲート入れば。このゲート入ると原木トリオにふさわしいバイオームあるってことなのかな。原木取りにふさわしいバイオムってもう大体そうやろ。まあジャングルとかだけど。じゃあそれでは行きまーす。どうだ、レッツゴー。何があんだ、何があるんだこれ、ちょっとワクワクだぞ。なんだ、ドゥドゥーン、悪空間バブル。お、悪空間バブルだ。あったあったあった。いやメガタイガー、メガタイガーいんでた。お、すげえ、うわすげえ、あれこんなタイガーあんだこれマジマジですよ、ギョギョさん。え、どういうことですかこれ。もしかしてこれ全部彼ってことじゃない。やばいでしょ。いやいやいややばいでしょ、その暗黙の了解。言ったよ、これ尽くせと。そのあでしょ、暗黙の了解やばいな。あどうこれレアマヨ、メガタイガ初めて見たかもな。どんぐらいレアなのこれって。俺これ初めて見たかもな。でも結構レアだと思いますよ、メガタイガ。これは始まっちゃいますよ、11月の原木トリオ。あとメガタイガ編。頭皮のね、原木が取れると。そうよね、そうね。いやこれね、いやそろそろね、原木トリオの時期なんじゃないかなっていう風にうすうすみんな感じてたでしょ。いや季節とかないのよ。ラーメンと一緒なの原木トリオは。俺の記憶たしいとなんか毎週木凝ってる気するんだけど。いやいやいや、それは気のせいだってマジで。それはね、それ気のせい。見てください、タダさんも見てください、大原先生もう原木言わずもがな取ってます。動いちゃってるじゃん手が。あもう、あもう多分言われる前にやれっていうのが身についちゃった。いやちなみにそれで言うと俺原木取りを、うん、直近の原木取りを俺騙されたからちょっと嫌なんですよね。あーそういえばドッキリしたね。そう、全員に奪われるっていうね。確かに確かに。 あれが直近だっけ。いやあれだってさ、原木トリオのうちに入んないから。いや入るのよ、俺はずっと原木トリオやってたのよ。そっかそっか、それで言うと、うん、ということで始まりました、空気始まりました、11月の原木トリオってことは11月はもうこれで終わりってことですか。いや11月下旬の原木トリオ。これ上旬ですこれは、ちなみに下旬ではない、はい、11月上旬の原木取りを。そこもやっぱ上中下で分かれてくると。いや分かれますよやっぱ、ね、なんで刻むんだろう。これあれだな多分ね、その、いやこれ絶対マグさんだこれ。なんで。いやマグさんが多分さ無限期作られたじゃないですか、はい、だからやっぱ原木取りをこれもうなくなって、はい、ちょマグさんも多分寂しいんだと思う。罪の意識。そう罪の意識で、あーなるほどね、帰宅部さんすいませんと、原木取りをすいませんでしたみたいな。いやその可能性あるな、都合のいい、もうみんな勝ち。なんでだよ、なんで大体こっち来んだよ。みんな同じとこおるやんけ、上から下から。もうもうちょっとやめてよ。まあね、もう原木取りをということになりましたんで、うん、原木取りを今日簡易版です。うん、簡易版、何分簡易版。だって今まではオープニングトーク合わせてね、うん、まあ40分ぐらいの撮影だったんで、まあまあやってましたよ今回。あのいろんなオープニングあったんで今日、今回。そうだね、そうオープニング刻むなこの企画で。なんでちょっと15分。まあまあまあそうだよね、原木取りはね。そう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 それぐらいが、そう上旬だから
パート上旬だから、うん、ハッシュタグハッシュタグ上旬、まあ、そうだね。いや始める 前までが勝負だからゲームトリオは。そう、うん、昔からそうだったから、ね、昔からそうだから、うん、おら昔からそうだよね。はい。どこで賛同求めてんの。なんでね、もう1個完全に俺油断してた今。15分ちょっと取り尽くしましょうこれ。まずちょ俺ヤバくて、えうん、ちょ俺もヤバさ見つけた。どうぞタイタさんどうぞ。じゃあ俺のヤバさいきます。はい。あネザーゲートなる松を、おいおい、あこれ登れるようになったんじゃない、これで。あ確かにこれ登れる。あーごめんごめん、気のせい螺旋階段作っちゃったよっていう、ごめん使えちゃって、ごめん逆に。頭いいなそれ。うん、使えちゃったわ。あすまんすまん、すごい逆に使えたな。使えちゃった、すいません。僕のヤバさ話すと、うん、はい、いただいたじゃないですか、スープの取れるハサミとボール。ええー、いただきました、はい、いただきました。あれ何なのこれ。えムーシュルームじゃないですか。あ、うん、そういうことか。それに使ってくださいってことか。あ、ごめんなさい、なんでもない、すいません。おい、タイタイのせいだよこれ。タイタイがどうでもね。嘘でしょ。タイタイが最初にやっぱりね、あ、なんでもないわ、階段できちゃったってヘペロとかやったから、俺もちょっと乗っかっとくかなって、そういうことだね。ちょっと大原さん、どうすかこの今の責任って。おーっと、あーほら爆発したぞ、おい爆発したら。大丈夫か。じゃあもう始めちゃいます、原木トリオ。もう始まってんのよ、だいぶ前から。5分ぐらい前からやってんの。5分ぐらいか、ちゃんとね、うん、あまあ、ということで、もう原木取るよ、名物チュフ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 、買ってよかったものそれしか来ないよ。ガチバージョン、ガチバージョン。いやもうそのチュフチュフが何を表してるのか分かんないんですよ。何の SE でそれ。結構ガチバージョン、ガチバージョン、うん、ガチで。いやその最近の原木取るよ、ちょっとみんなふぬけてんのよ。うるせえ、ふぬけてねえわ。ちゃんとやってるわ。急に上から目線やってるやん。ちゃんとやってるわ。リーダーぶってるやん、急に。いやだからその買ったものを、うん、だからガチで買ったものをちょっと紹介しよっけよ、ほんとに。別に嘘ついてねえよ今まで。や闇深すぎんだろそれ。嘘ついてないの。なんかステマとか大魔しろみたいな。じゃあどうすか、大原さん、なんか買ったものありますか、ちょっと最近。まず自分からって話だろ。来るときはまず自分から行きましょうっていうしきたりあるでしょ、帰宅部の。あ、俺あれ買いました最近、まだ家届いてないんですけど、うん、バスケットボール買いましたね。あ、そう、これまたなんか攻めてますね。そう、いやいや、あのバスケしたいなと思って。まあまあそれ以外で買わんやろ、うん、以上短いましたなんでよかったかせめて言え。いやいや、まだ来てねえからよかったもんねえのか。そうだから、フリースローとかちょっとしようかなと思って、フリースロー動画とかさ。まあまあいい話よそれは。そうそういうのやりたいなっていう。昔バスケやってたもんね。昔小学校の時ちょっとやってた、ミニバスみたいなね。ミニバスでも俺多分ね6ヶ月ぐらいしかやってないと思う。いやでも上手だった。キヨ、あの体育の授業でバスケやるじゃないですか。うん、生きてた。やっぱり、いや、そのね、バスケ経験者の動きしてた。おやめろ、絶対ハードル上げんな。ハードル上げんな、絶対。俺がさ、バスケ動画出しづらくなるんですよ。いや、あのね、マジで高校の時ダンクシュートの記憶出てましたから。いやしてねえし、嘘だし、ほんとに。もうね、東京のマイケル・ジョーダンって呼ばれてたからね。なんなんそれ。7メートル飛んでた。もうそれはもうすごいね。それがあることによってちょっとね、今あの、うん、みんなもちょバカにする目線で見てくれるんでありがたいね。あ、じゃあいい、そうそう、いいや、俺だ。ハードル下がった今ので。オッケー、ありがたい、ありがたい。最近買ってよかったもん言いますよ、うん。最近加湿器を購入いたしました。あれ出た。なかったんだ今。待って、なんかそれさ、え話してなかった。お前は俺の配信来るから、その原木取りで話してるみたいになるけど、お前許せよ2つの動画で話すぐらいよ。鬼かお前は。なんか俺多分タイタイの生配信結構見てるから。こういるのよ動画で喋ってた。あーそっかそっか、勘違いしてた。そうそうそう、頼むよその勘違い、やだわほんとに。いやでもいい値段したっすよ。いくら。おお、42,000円。うわー、あーいい、結構するしたでしょ。えだってそれさ、プラズマクラスターのやつ買っても 2,3 万じゃない。いやなんかダイソンの、そう、うわダイソンいった。あーダイソンのいいやつだな。ちょっとかっこよくてさ、あの真ん中に穴開いてるやつでしょ。そう、見せられちゃったよ。やるな、ありがとうございます。あれでも清家さんにもなんか同じやつなかった。一緒のやつっす。一緒のやつ、そうだ、ほぼ一緒だと思う、うん。あでも素晴らしい、ガチの買ってよかったものありがとうございました。ガチのってつけるのやめね、うん、もう次言えないから。
ガチじゃないやつが出てくるから、それ鳥がいます、鳥が。ああ、わかりました、ありがとうございます。大原くん、最近買ってよかったものを述べよう。なんかあったかな、考えとけよお前こんだけ時間あったんだから考えとけよ。いやいやいや、話聞くの楽しくて確かに、いや、いい話や、聞きに来たってことだな、そしたら、うん、いや、買ってはいるんだけど、良かったまでにはね、あんま至ってはないものばっかり。いや、それ深い話するな。まあ、私買って良くなかったものはちょっと聞きたくはないもんね、正直。確かに。それを良かったように、うん、まあ、することはできるんだけど。まあ、それはちょっと、まあ、それやらせ TV の嘘になってしまうよね。やらせ TV、うん。やらせ TV はやっぱダメですよ。G って言えば、うん、最近ちょっと運動するようになってさ。出た。ほうほう、最近の健康的な。いいね、いいね。あ、そう、俺も糖質制限中してるから、ね、糖質制限、それ何キロ痩せたみたいなことは言ってるの、ね、キロはね、正直参考よりあんまなんないやん。ああ、なるほどね、うん、まあ確かに水分量とかね、あるもんね、確かに。そうそうそう、うん、でも俺10日で体脂肪率 2% 落としてる。やばい、それさ、やばいな、本当に 2%。 極度なダイエットは良くないから気をつけてよ。気をつけてよ、本当に。やだよ、俺ポックリ言ったら。うん、ポックリだよ、本当に、うん、そう。ちょっと買い物ついで荷物ないから、うん、そっち、店までちょっと走るか。走ってる、お前見てー。そこ？こっち。そこなの？いや、大原走る、大原走ってる姿ちょっとあんま見てないなって最近思って。俺もうさ、大原徒競走とか出たことある？俺本当に記憶がないんだけど、大原が走ってる。あ、いや、でも高1ぐらいの時なんか強制的に出さされた記憶ある。競走あれだよ、なんか 50m 走とかでしょ。そう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 、なんか体育祭であったよね。あったあった、一番で俺 1000m 走出た。長距離やん。長距離長距離長距離。すげえすげえ。帰宅部日本代表で走ったよ俺。いいっすね。いいでしょ、漁協が出てるわっつって、すげえと思って漁協、ね、今日 1000m そうだ、なんか、あ、思い出したわ、頑張って走ってたな。いや、頑張って走ってよ俺、本当に偉い。うん、まあ、ちょっと忘れてたんですか、清潔さんの優秀。いやいや、今鮮明に思い出しましたよ、思い出した、あの時の感動を。ええ、よかったよかった。じゃあ、一緒に走ってた同じクラスの人、はいはいはい、いや、俺本当に俺分かる、はい、A 君でしょ。ああ、本当に分かってるんだ。本当に分かってるでしょ。俺が忘れてた、俺が忘れてた。俺が忘れてた。まあ、ええ、しかも、すごく意外と早かった。あ、アジアネタすぎんだよ、おめえ。すいません、すいませんでした。アジアネタすぎん。買ってよかったものは、そうだね。ミニシェイカーです。あれ、ミニシェイカー、ミニシェイカー、300ml ぐらいのシェイカー、そのプロテインとか、なるほど、ね、イエーとか混ぜるやつ。あ、いいね、それでかいよね。そうす、500とか600とかだったから、うんうんうん、俺もそんなもんだ、確かに。イエーってあれ、3回粉入れて、うん、水300とかなのよ。はい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 、なるほどね。ほうほう、すげえ中途半端だなと思ってたからさ、ちょうどいい大きさのシェイカーをマイプロテインで買いました。以上です。確かにプロテインもそうだよね、 300ml ぐらいだもんね、言うても推奨の。ガチの買ってよかったもん出ました。じゃあちょっとこれ、まあ縁も竹縄ということで感じ。いや、あれです、ちょっといいですか。はい、はい、これ皆さんの、ね、やっぱタイタイさん、大原先生、やっぱりコアファンの方々に向けてのちょっと質問なんですけど、はい、やっぱり使ってるシャンプー、ちょっとお二人にお伺いしたいです。これはね、シャンプー、はい、名前忘れちゃった。俺、最近女の子が使ってるやつ。あれ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 、それはいいんですか、それはいいんですか、それは。いや、別にいいんだけど。あった、あった、デオコーですか。俺ね、ブラックシャンプーみたいに使ったのよ、かっこいいやつ。はいはいはい、メンズのね。名前、そうそう、メンズの。なんだけど、なくなっちゃって、うん、で、その彼女用に置いてた、その、うん、なんか、パンテーヌみたいな有名なやつあるやんけ。あるね、そうそうそう、あれがあったから、なんかそれを使っちゃってますよっていう感じ。ああ、ちょっとのろけ話になるんで、うん、この話なしで。じゃあ、おお、嫌いすぎんだろ俺のそののろけ話。大原どうすか。いや、なんか俺薬局でなんか適当に買ったやつだからな。メリットじゃないの。メリットじゃないんだよ。メリットじゃないんだ。メリットではない。ただどこのやつか分かんないぐらい、値段、価格がさ、めちゃくちゃいいシャンプーって結構高いじゃん。高い。1000円ぐらいとか。するする。で、めちゃくちゃ安いシャンプーって200円ぐらいとかで買えるやん。買える。いや、そうなんだ、安いな。ほんとその中間ぐらいのやつを買った、適当に。なるほどね。だからこれでええわっていうやつをなんか適当に打ち込んだから、はい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 、名前もほんとに覚えてないぐらい。なんだったかな。名称見せてのやつね。
名称見せてではないのです覚えてないだけ、こっちの努力が足りないだけなんですよ動画撮り終わった時のファイルの話になったそんな、そんな YouTuber にしかわからない名称見せてすいません皆さん。そういうことで次は救急さん、あんたのシャンプー教えてくださいあ、そう、聞き忘れた。いや俺メリットです、俺メリット、メリットかい以上です絶対嘘でしょメリット。いやこっち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 、あ本当メリット、うん、死ぬほどでかいやつ買って、なんかガラスの瓶に、ガラス瓶にちょっと何変えてる、えあれメリットだったの、多分メリットあれ。俺ケンチにさ住んでたことがあったんだけど、はい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 、あいいシャンプーだと思って使ってたぞいや俺生きて、俺生きてなんかガラス瓶に入れてんのよ、なんかおしゃれな。いやそう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 、だからなんかなんだよ、そうあれメリ、あれメリットだ、あれ衝撃だなそれは愛用の歯磨き粉、うわそれ面白いね、はい、どうすか。じゃあ大体はですね、何よ、え聞いたことねえな、聞いたことない、のあの ローラが CM やってるやつで、ノニオってやつがあって、ノニオっていうのがあるの。そうそうそう、大体さん、はい、俺とキヨキヨ家にテレビがないから CM って言われても、そうなの、いや本当にそうなの、馴染みがねえのよ買いに行くときいるやろローラちゃん、いないの。いないな、俺全部アマゾンで買うから。あ、そっかそっか、まあそう、知らない知らないから叩かれるの、なんなのそれお前ら上不足やろそれは、知らないから叩かれる、聞いといて、聞いといて、ほんとに俺多分クリニカかな、あー有名ですね、あのなんかフッ素が1450ナノグラムミリグラム配合とかが入ってる、はいはい、あのなんかフッ素が入ってるやつがいいって聞いて、フッ素だったっけ、ね、フッ素だけど、フッ素いいと言ってる、うん、だからなんかそれをもう狂ったように買ってる。キュウさんはメリット、いやいや違うし、俺ちょっと歯磨き、これ調子乗っていいやつ買ってるんだ、ね、メリットで歯磨きしてんの俺いいの買っちゃってんすよ。おどれぐらいいい、なんだっけな、マーベってやつ、ごめんアイアンマンしか知らねえよ俺もそアベンジャーとか出てきたなんか種類が7種類ぐらいあってすごい高いんだけど、海外製のやつで、なんかいいって聞いてそれ買ったな。使ってるしモサいない、コメント欄の方に。マーベルどれぐらいいいんだろう、ちょっと調べていいですか。調べて調べて、だからクリニカがのフッ素 1500mg 配合買ったらモーハルと同じ口の中になれってことでしょ。その考え方ちょっとマジでやめたマジで気持ち悪すぎるあのね本当にやめてくれよ、ほんとに質問キモいわちょっと今日ね、今回記憶本当に途中で離脱しちゃったから一回ぶっちゃけ、まあまあ、ああこれまたあのお披露目みたいな、超披露目しよう、もうさ原木トリオのその原木のお披露目会マジにランクね、ランクね、だって3人で1つだよなそこはな。そうだそうだみんな入れてこう、もう適当にもうみんなも入れてこう入れてこう、じゃあせーので入れてもせーので、オッケーオッケーオッケー、はい、数わかんないでしょもうみんなで。そうだねそうだね、でいきますよ、はいはい、いきます、はい、じゃあいきます、せーの、よいしょ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 